黒人参は中央アジアが原産のセリカニンジン属人参の一品種。人参は東洋系品種と西洋系品種に大別されるが、黒人参は原種に近く、その名の通り通常の人参と比較して黒っぽい根の色が最大の特徴である。トルコ共和国を中心として一部の地中海、周辺国で栽培されている。代々自家採取による種のみを使用し、 標高4000メートル級の山に囲まれた広大な大地で生産され出荷されているが生産環境が限定されるため世界的にも希少品種となっている。また通常の人参と比較して抗酸化成分が多く含まれており現在はヨーロッパを中心に美容促進野菜として注目を浴びてきている。日本でも手に入るが前述の通り希少なために入手難度は高い。 最大の特徴は根の色であり、アントシアニジン色素やポリフェノールが多く含まれていることに由来する。また人参に含まれるベータカロテンやビタミン C はもちろんのこと、前述の通りオレンジ色の人参にはあまり含まれていないアントシアニジンやポリフェノールを非常に多く含んでいる。普通の人参と同種であるが栄養分では異なる部分がある。調理に関しては、 通常の人参と同じく緑黄色野菜に分類されるので、生食、炒める、煮るなど多くの方法で調理が可能である。また人参特有の臭みがなく、糖度が高いため、ジュースや菓子の原料にも使用できる。黒人参を使用したジュースはトルコを中心に暗印されており、通常の人参ジュースとは違った味わいが楽しめる。しかし、色素の量が多いため、 衣服などに付着しないように気をつける必要がある。その他の加工食品として醸造図などがある。ありがとうございます。